こんにちは、えもこです。今回はクリップスタジオペイントの便利な機能や素材を使って上手な絵を簡単に描く方法を紹介します。クリップスタジオはイラスト SNS のピクシブで人気ナンバーワンのお絵描きアプリです。プロのイラストレーターさんや漫画家さんで使っている人も多いですが、初心者の人でも使いやすいようにタブレット版に簡単操作のシンプルモードが用意されていたり、公式の使い方講座も充実していて、これからお絵描きを始めたい初心者の人にもおすすめのお絵かきアプリです。クリップスタジオのすごいところは、イラスト制作に使える高品質な素材をクリップスタジオアセッツからダウンロードして自由に使えるところです。クリップスタジオの便利な機能や素材をうまく使えば、描くのが難しい人物や背景などもすごく描きやすくなるので、今回は実際にクリップスタジオの便利な機能や素材を使って上手な絵を簡単に描く方法を紹介します。皆さんもぜひクリップスタジオを使ってお絵描きしてみてください。それでは行ってみましょう。その1、ブラシで簡単に描く。クリップスタジオアセッツではブラシや背景、 3D モデルなどいろんな素材が配布されていますが、まずはブラシ素材を使って綺麗な絵を簡単に描く方法を紹介します。雲を描くブラシセット。雲を簡単に描きたいときはこんな風に雲の形が出るブラシがおすすめ。ポンポンと適当に描くだけでいい感じの雲が描けちゃいます。6種類の雲ブラシが入っていて、どんな形の雲でも簡単に描けます。リアルすぎず手書きっぽさがあって好きなブラシです。たっぷりフリルブラシセットに、フリルは可愛いけど細かくて描くのが大変、そんな時はフリルブラシを使いましょう。さっと描くだけでボリュームのある可愛いフリルの完成です。このままだと綺麗に揃いすぎるので、歪みツールで少しフリルを変形させるといい感じです。草原を描くブラシセット。背景に草原を描きたいけど草や花を一本一本描くのは大変すぎる、そんな時はこのブラシで草原ベース、長めの草、野花の順番に適当にポンポン描くだけでいつの間にか綺麗な草原の出来上がり。お花のブラシも入っていてとても可愛いのでおすすめです。洗浄チェリーブラシ。完成したイラストがなんだか物足りない、そんな時によく使うお気に入りのブラシです。ところどころにパラパラっと散らすだけで風が吹いているような空気感が出て豪華な感じになります。情報量が増えるペン。簡単に手軽に描き込んだ風の絵にしたい、そんな願いを叶えてくれるブラシです。一度に6本の線が引けるので短時間で描き込んだ風の絵が描けます。髪の毛などの流れに沿ってささっと塗るといい感じです。服の影にも使えます。シワペン。服のシワを簡単に描ける便利なブラシです。服のシワがうまいとそれだけで上手な絵に見えますが、シワを描くのは意外と難しいです。このブラシはペンを早く動かすとブラシサイズが細くなります。細かいシワが多い時におすすめ。ささっと簡単にシワが描けます。もう少し華やかな絵にしたいので、人物の周りにバラや花びら、葉っぱを描き足します。葉っぱはクリップスタジオに最初から入っているブラシです。ちなみに線画は豆を鉛筆を使いました。紹介したブラシ素材はほんの一部で、日々新しい素材が追加されているので、クリップスタジオアセッツの新着素材を定期的にチェックしてみてください。その2、3D で簡単に描く。次はクリップスタジオの 3D 機能で人物を上手に描くコツを紹介します。顔や体をいつも同じ角度で描いてしまう、手が綺麗に描けない、もっと凝ったポーズやアングルの絵を描きたい、そんな人におすすめの機能です。まずは顔の描き方から。苦手な顔を描くときは頭部モデルを使いましょう。描く絵に合わせて大きさや位置、角度を調整したら、レイヤーの不透明度を下げて新規レイヤーでなぞれば苦手な角度の顔が簡単に描けちゃいます。使い方は、素材パレットの 3D の頭部から描きたい顔に近いものを選んでキャンバスに放り込むだけ。目の位置や大きさなども自由に変えられます。調整した頭部モデルは右端のここをタップして、素材パレットに頭部モデルを登録しておくと、別の絵を描く時にも素材として使えるので、自分の絵柄に合った頭部モデルを作っておくと便利です。いろいろな角度で使えるように、正面だけじゃなく横顔や斜めからも確認しておきましょう。次は手を簡単に描く方法です。手が上手に描けないから体の後ろに隠しちゃう、絵にぴったり合う手の資料を用意するのが面倒、そんな時は 3D の手を使いましょう。おすすめは 3D 女性の手です。置くだけでイラストっぽく見えるので、時間がない時は肌の色を合わせたり少し加筆するだけでも使えます。ポーズの変更も簡単で、素材パレットから手のポーズを放り込むだけで手の形
形を簡単に変えられます。イメージ通りの手が見つからないときは指を1本ずつ自分で調整もできるけど、調整が大変なときはハンドスキャナーが便利です。カメラで自分の手を写すだけで自動で調整してくれます。使い方はオブジェクトツールで 3D の手を選択して、この下三角をタップ、ハンドスキャナーカメラをタップします。カメラに手を写して描きたいポーズになったら OK をタップ。もちろん作ったポーズは素材にも登録できます。次は体を簡単に描く方法です。全身をバランスよく描くのが難しすぎて、いつも顔やバストアップの絵ばかり描いてしまう。たまには動きのあるかっこいい絵を描きたい、そんな時に便利なのが 3D デッサン人形です。調整項目が多すぎてなんだか難しそうですが、クリップスタジオアセッツにポーズ素材がたくさんあってすごく簡単に使えるので、初心者の人にもおすすめです。例えばこの男女のアイドルポーズ150セットバージョン2は無料で150種類もポーズが入っています。使い方は手の時と同じで、素材パレットからポーズ素材をデッサン人形の上に放り込むだけ。見え方の調整はこの青いアイコンが並んだ左側の3つ、カメラの絵のアイコンから回転、上下左右、前後に移動できます。それぞれタップしてからキャンバスの余白を上下左右にドラッグすると見え方を調整できます。右の四角い箱アイコンはデッサン人形を動かすときに使います。バージョン 3.0 からポーズマニアックスのポーズも使えるようになりました。画面左上のファイル読み込み、 3D ポーズ、ポーズマニアックスで、ポーズマニアックスのサイトから好きなポーズを選べます。モデルの角度などもそのままキャンバスに反映されます。クリップスタジオの 3D 機能は人物と一緒に背景や小物なども自由に配置できるので、背景を描くのが苦手な人にもおすすめです。もちろんカメラアングルも自由に変えられるので、イラストだけでなく漫画やアニメを作る時にも便利な機能だと思います。その3、フィルターで簡単に書く。次はクリップスタジオのバージョン 3.0 で追加された便利なフィルターを使って絵をプロっぽく仕上げる方法を紹介します。簡単な操作で絵の印象がガラッと変わるのですごく面白いです。まずは仕上げ作業をしたい絵を1枚用意します。絵の修正ができるように別名保存でバックアップを取ってから全てのレイヤーを結合します。フィルターは画面上のフィルター効果から使えます。ノイズのフィルターはフィルム撮影した写真みたいなつぶつぶが出せます。デジタルのバキッとした感じをアナログっぽくしたい時におすすめです。今まではパーリンノイズを使ったりノイズテクスチャーをダウンロードして使っていましたが、バージョン 3.0 からとても簡単にできるようになって嬉しいです。次は色修差、色ずれが簡単にできるフィルターです。数年前から流行っているイラストの加工方法ですが、バージョン 3.0 から簡単にできるようになってついに来たという感じで嬉しいです。サイバーっぽいかっこいい絵やポップな絵に合うと思います。放射状と平行移動の2種類あって、プレビューで確認しながらフィルターのかけ具合を調整できます。中心点は赤いバツ印のことで、顔など見てほしいところに移動させるのがおすすめです。放射状だと目線を顔に集められます。フィルムのフィルターを使うと、先ほど紹介したノイズと色修差を同時に適用できるので、両方のフィルターを使いたい人はフィルムを使うと簡単です。プリセットやエフェクトを選んでノイズと色修差の強さを調整したら OK で適用します。鉛筆調のフィルターはイラストを簡単に鉛筆画っぽくできて面白いです。漫画の中に登場する絵などに使うといいかも。ついでにイラスト調はこんな感じです。以上の4つがバージョン 3.0 で追加されたフィルターです。簡単に絵の印象が変えられて面白いので、ぜひ使ってみてください。クリップスタジオには他にも便利な機能がたくさんあって、過去動画で線をきれいに描けるベクターレイヤーの使い方や、絵を早く描ける時短テクニックなどを紹介しているので、よかったらそちらも見てみてください。今回は iPad 版のクリップスタジオを使いましたが、パソコン版やスマホ版でも同じことができるので、皆さんもぜひクリップスタジオでお絵かきしてみてください。 iPad 版のクリップスタジオは課金制ですが、無料体験版も用意されています。 iPad 版の場合は App Store でアプリをダウンロードしてクリップスタジオアカウントを登録するだけで30日間無料でお試しできます。無料体験で気に入った人は有料プランを契約
約してみてください。プランは月額か割安な年額が選べます。 iPad を持っていない人は無料で使えるスマホ版もあるのでそちらを使ってみてください。ご動画でスマホ版の使い方も紹介しているので気になる人は見てみてください。クリップスタジオは使っている人が多いのでわからないことがあってもコミュニティで質問すれば先輩ユーザーが教えてくれたり、公式の使い方講座も充実していて初心者の人にも使いやすいお絵かきアプリです。無料でお試しできるので皆さんもぜひクリップスタジオでお絵かきしてみてください。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。